シスゲーミング、ファイナルファンタジー7ロスケッチプレイナンバー4。おー、4でしたっけ。4か、もう、え、うん、4って書いてあるよこっちには。じゃあもう4回目かで、でいいんだよね多分。はい、多分。いやー、前回なんかさ、すごい長くやっちゃったんだよね。そうです、前回、はい、確か4時間ぐらいやってるね。4時間ぐらいやってて、だいぶでも、うん、まあだいぶ進んだけども探索しましたね、うん、意外となんかボスにたどり着かないみたいな。そうそうそう、なかったよねあれね。でボスを残しているんですよ。そう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 、5じゃなかったっけって来てるんですけども、5だと思います。5ですか、なんかこっちには4ってなってますけども、じゃあ5です。じゃあ5ってことにしておきましょうか。はい、5でいきましょう。ヨシスさんのコメントが一番正しいですから。一番正しいです、我々酔っ払ってますからね。なわけで、はい、ちょっと進めていこうと思うんですけれども、はい、まあね、こんばんは。こんばんは。ついてきてくださった方がいらっしゃいますね。ありがとうございます。NBRTV からのだったんで、ね、からのですね。そうそうそう、まあ、ここからはもう本当ゲームをするだけの。ゲームをするだけです。まあ、さっきもゲームみたいなもんだけど、ね、みりんを飲んでただけだから、あんまりなんか気持ちいいのは変わってない、もうすでにみりんでちょっと酔っ払ってるね。うん、まともに果たしてラフス君がね、こうまともにプレイできるのかどうか、今まで積み重ねたこのね経験値を、うん、ちゃんと活かせられるのがこのみりんの状態で。でもみりん飲んでるんで、はい、結構元気ですからね。あ、そうか、頭の回転はいいかもしれない。そうそうそう、糖分いけるから多分。行きましょう。多分コンティニューです。お、もう12時近くまでやってたんですね前回ね。おお、そうそうそう、あ、もう終電だっつって結局終電乗らなかったような気がするもん。なんか結構やりましたね。楽しくなっちゃった。なんか意外とゲームって時間経つの早いですよね。まあそうなんだよね、やってるとあっという間だよね、久々にやると、うん、いや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 、前回さ、なんかあれリフト動かしたりして、なんか、うん、あのね、なんていうの、このマップがさ、そう、もうすごい立体的だし、迷路の要素がね、迷路でしたね、全然わかんねえっつって、なんか結局変なところでなんかぐるぐる回ってたわけみたいな。そうですそうです、感じでしたよね。詳しい方はですね、詳しくはそのイオシスゲーミングのチャンネルをチェックしてみてください。4時間ぐらい頑張ってますね。アーカイブとか残ってるんですかね。アーカイブ残ってます、ぜひぜひ見てください、うん、はい、でこれ次どっちに行くかちょっと分かんないですけども、なんかもうボスが直前だろこれっていう状況で止めたような気がするんです。そうですそうです。んこれイースで休めるやつね。休んじゃった休んじゃった。回復しちゃうやつね。いやいいじゃないですか、回復はしましょう。まあまあ多分前回してると思うけどね。まあ確かに。じゃあいきます。はいはい、おーし、あの椅子で全回復ってちょっと無理や。もう何回も言ってけどさ、さっきから前回からね。よし、こっちでいいのかね。そうですね。あ、まあでも、あの目的地がねあれだからな。出口だぜ。おお、よし、なかなかちょっとボスまで時間がかかりましたが、そう、どうなりますか？いろんなボスのパーツを選んでいきましたよね。そうそう、 で、うん、でボスを弱体化させるっていう流れでしたよね、うん、いきなり山場ですか。プレジデント出てきた。ソルジャー、見てわかるんですね。ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。うん、いいこと言った。役に立たなくなるものも多いな。なるほど。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。はあ、どういうことですか？データは非公開だが。劣化？劣化。みんな知っている。もちろんだ。こっちは虫かよ。劣化？人じゃないの？どうでしょうね。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。いいこと言うね。おお、それよ、浪費について話そうじゃないか。魔法の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。はあ、うん、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰かが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことはなわけあるか。ないんだ。そうだとしてもてめえらの洗
そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師。なるほど。さすがプレジデントって感じですね。今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。何？部隊だと？なんだそれ？お、出てきた。ネズミどもには理解できない。パワハラの親じゃない。ハイデッカー。ハイデッカー。おーおーおー。何してやがる？これは貴様らの作戦では。我々が入念に計画した戦意先導後方作戦なのだ。ほう？よって。分からん。爆破のタイミングも。神羅が決める。なるほどなるほどなるほど。こっちがやってると思ってたろ。ショーの始まり。いいセリフ。いや悪役のね、言いたいセリフですね。ショーの始まりだ。言いてー。なんかそういう曲の中で俺ら言ってる気がしますけどね。いや言って言いました。言ってるよね。言いたくて言っちゃったラフスケッチショーとか言っちゃったもん。メッカトゥーザマーティスラフスケッチショーだ。言っちゃった言っちゃってた。なんか言ったような気がするんだよなって思ってた。見る前に言っちゃった。うわー、なんかでも許さない。ケリーでなんだ。全部大嫌い。うわー、こう、ボサッとしてんなよ。どういうことかな。頼りにしてるからよ。クラウドって、ロボットなんじゃないですか、もしかして。そうなの。だって思い出すときビリビリしてましたもん。だっていやそれはあの演出だと思うんですけど。ビリビリしてましたよ。あ、ビリビリしてます。ビリビリしてる。動けない。戦う。これ多分マジックサンダーのまあやってみますか、とりあえず。ほら、とどろけ。ああ、聞いてなんかすごい爆発しましたね、今。驚け驚け驚け。案外行きましょう。まだまだ。ちょっと俺ヒットポイントちゃんと見てますからね。ちゃんと まだ余裕あります。まだ余裕ありますよね。うん、ガンガン行きましょう。ヒットポイントも、お、バーストした。バースト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 はいいですよ。バーストいいぞ。バーストって曲も作ったんですよ、東方で。あ、気がする。あー、はい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 。サンダー、いろいろやってますね。あ、なんか、あ、やばい。無駄だった。あ、これダメでしょ。うん、あー、だー、食らいました。これ待ってくれないんだな、うん、あ、危なかったって言うけど結構当たってんだよ。下手に攻め込め。攻めてる。下手でも攻める。攻めるしかない。うん、時間制限もあったね。痛い。あ、しびれるやつだ。あ、しびれるのやだな。イラッとするよね。そう、過小ですよ、過小。あ、やば。あ、赤いですよ。アイテム。あ、どけどけ来た。あ、これ、あ、これダメだ。これダメ。あ、今のダメでしたよね、絶対ね。そうですね、今のダメでしたね。あ、もうダメなのかな。なんか横にもなんか邪魔なのがいいな。いやでもなんか逃げててもこれあれ、あ、サモン来ましたよ。あ、はは。召喚獣いけるんじゃないですか。なるほど。サモン来た。イフリート出しましょう。暴れろ。イフリートさんがこの場でね、どういう活躍は暴れていただく。死が効くのがこいつにってちょっと思ったりしますけど。イフリートって死ですよね。あ、そっか。イフリートは別に動かせない。あ、そうなんですか。あれなんか自動的に動いてくれる。自動的に動いてくれるっぽいですね。あ、辻斬り。やりました、やりました。エアマスター。3秒後クイズ。しまった。え、閉まってる。あ、助けてくれた？あ、そういうわけではない。腕倒さなきゃダメなのかな？どうなんだい。あ、でもちょっととりあえずクラウドさん結構ヒットポイントやばいですね。あ、本当だ、やばい。かなり食らってますね。かなりやばい。クラウド。俺そうだね。どっちを目指す
狙った方がいいのか。なんか一回ガッツリ回復させたんじゃないですか、俺。一回そうですね。ほら。あ、ビリビリしてる。あ、ビリビリ後に、ビリビリ後にまずポロちゃんしてから。強いよ。うわ、これ厳しいじゃん。これ強いっすね。何？ちょっとどっちを攻めればいいのかっていう。ここで仕掛けるそうです。ほいほいほい。はい。でまっすが。はいはいはい。あ、でも。お、あ、これイフリートさんの最後 のなんか消える前に何か技を出すっていう。そうでしたね。でかいやつ。すごいね。ありがてえ。まあ、召喚獣だよね、FF といえばね。かっけえ。かっこいいな。お？お、なんか入ってないですね。お？お？第2段階みたいな感じですか？でもそれでもなんかすごい。回復しといた方が良さそうな。あとは本体をやるだけ。そうですね、やった。ああ、リフリードさんがかましてくれた。かましてくれた。ありがてえ。あの横のホログラメーション気になるね。チラチラと。なんか姿勢正しいですよね、ずっと。やっぱ向こうも本気なんです、ね。もうもうもう意地と意地のぶつかり合いですよ。そうですよ。サンダー。サンダー聞いてんのかな。なんか入ってはいるはず、多分数字は出てる。なんかいまいち実感が湧かないな。あ、なんかダウンしてるっぽい。ダウン。お、バーストした。頑張れ頑張れ。入ってますね、入ってます入ってます。ちゃんと入ってる。お、お、最終フェーズ第3段階。はい、ここはなんか厄介そうな感じですね。でっけえ。うわー、そういう系。空中戦か。空中戦か。はい。じゃあバレットにした方がいいのか。ってことかね。ぶっ放す。ぶっ放しますよ。ぶっ放しつつ、リロードしつつ、あ、これかわすやつだ。かわしたいね、かわしたいですね。結構アクションゲームですね。そう、うん、シューティングかな。あ、痛い痛い。これちょっとね、パターンをつかみたいですね。うわぁ、うん、バレットさんね、ヒットポイントやっぱ OD だね。でかいですね、やっぱ、うん。マッチョは筋肉の壁がなかなか強いですね。破れないってことだ。近づいたからこれいけるんですね、うん。お、いいぞいいぞ、うん。お、いいいい。これ入ってますね。入ってる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 。頑張れ頑張れ。いける聞いてる。いけ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 。ボコボコだこれ。すごいな。これなかなか気持ちいいんじゃないですか。お、あ、名残惜しいって言いてー。名残惜しいはまだ言ってないですね。名残惜しいが宴はここまでだみたいなね。え、飲み会の時にね、行ったりね、さ、縁も竹縄の代わりに。縁も竹縄はちょっと嫌でしょ。この悪役が。いやだからね、あの俺ら宴会の時にね、名残惜しいがここまで、遊びはここまでだっつってさ、お家に帰るのね。いいですね。逆に悪役が縁も竹縄だからでもいいですよ。いやー楽しかったんだろうねって言葉間違えちゃった。宴会じゃねえんだこれね。なんかきっとこのシンナの中でもなんかそういう漢字任される系の人なんでしょうね。あ、ね、あるでしょうね。シンナ社員も大変ですからね。お、いっぱいいた。やったー。お、もうすぐ爆発するぞ。あ、クラウドさんだ。ティファオ、あ、そういうこと？こんなとこに。悪かったな。これで終わりみたいな言い方をするな。クラード！強い。お、え、あ、何？そういうの出すの？あんだ。あるんだ。
まああるでしょう。ソルジャー聞いてないよ。ソルジャーですもん。お、罠に落ちたネズミ。ほう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 。あ、でもストーリーが進んでそうですねこれで。いやまあそうだよね。だってどうしようもないもんねこれ以外ね。そういうこと？まあここからちょっと、一人で、ちょっと探索する形になるのでは？まあそうですよね。うん。そうか。なんかそれ状態異常の攻撃もしてきそうな今ちょっとね。そうですね。解説が出てきたってことは。出てきたってことは。うわあ状態異常やだな。めんどくさいですよね。毒とかな。でもね多分アイテムはそこそこ持ってるはずなので。結構序盤に取ってましたからね。うん、あなんか影あったな。お。なんかすごい叩こうとしてたやつ。そう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 。お。大丈夫か。なんかイケメンだな。聞こえてるか。お。あの時は膝をすりむいただけで済んだけど。済んだけど。あの時。今度はどうかな。起きられるか。今度。気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。はい。体。そうだね。動かせるか。体？やってみる。お、体は分かる。ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。分かってるさ。なあ、あんた誰だ？誰だ？お。私は。お。お前の主人だ。主人？主人？どういうことですか？さあ、クラウド、楽しもうか。再会の花、チャプター8。お？あ、大丈夫か？お久しぶりです。お久しぶりです。あ、そっか。おお。目覚めた？ああ、かわいい。あんたはもう好き、もう好き。早い。名前、エアリス。いや、かわいいな。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え？覚えてないの？ほら、お花。ああ。うわー。マウリの、あの、ここは？そうでしたね。スラムの教会、5番街。5番街落ちたんですか？そっから落ちてくるんだもん。落ちてきたんだ。なるほど。驚いちゃった。これは運命じゃないですか。クッションになったこれクッションになるのかね。あんたの鼻か。悪かった。気にしないで。あ、ちょっとこのシーンは覚えてますね。なんとか。ここ特別な場所だから。ねえクラウド、これ落としたよ。ああ私も持ってるんだ。マジっすか。え、マテリアなんて珍しくもなんともない。ああ、そうなんですか。でも私のは特別。ほう。だって何の役にも立たないの。そんなことないよ。え、うん、何か、何かあんのは。使い方を知らないだけだろ。ほう。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれたね。足の母。せっかくの再会だから少しお話しする？お話も、しましょうよ。それはこいつ本当に大丈夫か？お、怪しんでるんですか？神羅のもんだと思ってるんですか、クラウドさん？いやでもスラム5番街、いやどうしよう。手入れ終わったところだったのにな。やり直しかな。話し相手欲しいな。誘ってますね。仕方ない。少しならいい。やったー。それじゃあ喜びすぎだよ。邪魔するぞ。おお、なんか変なの出てきた。いた。え？お前何？いや、ね、こっちのセリフだよ。私のボディーガード、ソルジャーなの。ん？ソルジャー？元ソルジャーだ。あらまあ、
魔光の目。魔光の目。青いと。ボディーガードも仕事のうちでしょ。ね、何でも屋さん。まだ何でも屋さんなんだね。私の勘当たるの。あ、知ってんだ。ボディーガードお願い。何でも屋のこと知ってんだ。ちゃんと働いたのね。何でも屋としてね。でも安くはない。じゃあね。デート一回。やっぱり本物かよ。うわぁ、なんだこいつ。クラスファーストクラス。ファーストクラス。なんでもファーストってお前よ。飛行機的な感じでいいのかな。ファーストはすごい、うん、すごすぎるってことなのかな。かな。お花踏まないで。だってよ。ほう、すぐに終わる。もうすぐ喧嘩するね。すぐ喧嘩するんだもん。好きだもん、こういうの。まあアクションゲームだからね。アクションなのかな。ほぼまあほぼアクションですね。無双アクションみたいな。そうですよね。あ、花ちゃんと言っちゃった。じゃあぶっ飛ばしたから花の上取ってたような気がする。お、あ、いた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 。ほら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 、お、バーストバーストしちゃいましょう。さっと、もう食らえ。なんか赤くないやつは結構サクッといけますね。うん、お、ボスだ。早そうな感じがするけど。お、早いやつだ。スピードマンだ。結構やっかいですよ、クラウド。結構重力級なね、剣がね。そうですね、クラウド回り込まれたらちょっとやばいですよね。お、あー、やっぱり当たんないんだ。なるほど。さあどう戦う。お、あー、いいですねいいですね。やるじゃんやるじゃん。お、マジックサンダー。マジックいけるか。おー、あー食らってますね。あ、踏んだ。あ、踏み上がったな。多いですね。踏むのはダメでしょう。踏んだし打ってきた。踏むのってきっと反則ですよね。まあそうだよね。競技ならこういうも全然減点されてますよね。減点ですよね。あ、全然当たんない、うん、お、クラウド見破ろ。まあとりあえず見破ってみますか。どれどれ。ほうほうほう、早い。弱点なさそうですね。弱点はないんだ。へえ。耐性強ってことはこれ何、あの雷マークサンダーが、うんうんうん、多分聞きづらいみたいな、そういうことでいいのかな。そういうことかもしれないですね。無効ではないのか、うん、でも、うんうん、ほうほうほう。近くに来いよ。当たんない。うん、なんかリミット。当たるかな。お、当たってはいる。当たってますか。お、なんか声が聞いたことあるな。そうですね。プロフェッショナルだぞと。ザ、だと。だと。語尾に癖がありますね。癖が強いですね。強いやつですね。もうコンボ入れてくるね。しびれろ。完全に格ゲー出身だよね、こいつね。おー、そうっすね。こっちは無双系でやってんのに。そうなんですよ。一種格闘技戦ですよ、これは。こいつ、ストリートファイターは他者か。そうだね。よいしょ。サンダー。サンダーは。あ、怒られました。怒んの。もう、まあ、ちょっと注意が入るだけですね。注意入るだけ、うん、いやあ、限定ではない。もう限定じゃない。もう、もしかしたらこの鼻を踏んだ回数で今後のストーリー展開に影響があるかもしれない。次話聞いてくんないんじゃないですか、きっと。やだな、ちょっとエアリスルートが塞がれるのはやだな。取るじゃない、余裕だろ。そっち行かないでよ。
もうちょっとあれですね、ボロが出てきた。ちょっと隙を伺ってこう一撃入れたい感じですね。わあ強い、普通に強い。さっきのもだいぶ大変でしたけども、いやなんか大変な戦いが続きますね。はめ技だ。はめれるかこれ。はめ技。弱キック。ダルシムの。バック背後を取られましたね今。わかんない。うん、やってみよう。いけんのか。強いなぁ。あ、これなんか戦うボタンを押すやつ。ほらほら、マジックサンダー。お花踏まないで。俺は踏んでない。俺じゃない。これは悪くない。あいつが悪い。痛い。あれ避けらんないよね、フォーミング的な感じで。いやなかなか無理ですね。剣で切れないもんかねって思っちゃうんだけども。いやでかいですからね、もうちょっと小型剣とかないのかな。よいしょ。でもなんかちょいちょい効いてる感じはしますね。お、リミットなんちゃら。でもポーション使おう。あ、ポーション使ったからかな、リミットが。あ、ここだ。よし、いける。頑張れ。おかわりだぞと。お、入った。はい、入りました。入った。やったー。入りましたね。がっつり入りましたね。やったー。おかわりだ。誤解だぞと。と。俺はただ。クラウド、違う。これが何なのかって。なんだ、一つだ。なんだ、いる、レノさん。さっきのグワーっていうのに。レノさん、いいからさっさと追いかけな。癖が強いですね。癖が強い。助けられた感じですかね。こいつら、こいつら襲って来ないね。え、おい、開けろ。行くぞ。あ、こっち。そっち。どっち。見失った。いた。どっちどっち。そこ、屋根裏に上がれるよ。穴から出られるか。なるほど。おい、危ない。お、助けてくれてる。え、怖っ。え、じゃあ送ってってよ。こういうことか。で、よいしょ。お、俺が先に行く。怖いな。うぃーうぃー。大丈夫だ。どこだ。あそこだ。緊張感がありますね。おい、大丈夫か。平気。撃つなで撃っちゃったもんな。怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。目的は本保護。なんだ。逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし、しかし、どうすんだこの。あれを落とせば。どうやって。どうやって。どうやって。遠いなぁ。まあでも、あ、お、いけるか。どうなってる。お、近づけません。これ、あ、なるほど。上に何があるの。
そんなんでいいんだ。さすがソルジャー。頑張れ、あと7メートル。ん？あ、こういうことね。はい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 。はいはいはい。サスケね。サスケだね。第1ステージのなんか中盤にあるやつですね。これをよいしょ。ほら、あーなるほど。今だ。うん。でどうすんの？戻るとね。戻れる戻れる。あー死んだ。あー、第1ステージ第1ステージ。時間以内にあれ、時間やばい。いけ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 。撃たれてるし。頑張れ頑張れ。ワーニングワーニングワーニングって書いてある。ワーニングって書いてあるんですよ。ワーニング。どうどう？ここ？ワーニング？まだワーニング？まだワーニング？まだワーニングですよ。まだワーニング。もうちょいじゃない？もうちょいワーニング？まだワーニング？うん、どうすんだこれ。どこまでワーニング？どこまでワーニング？ワーニングどこ？あれ降りらんないやつ？降りらんないのこれ？逆も逆来ちゃったんじゃない？もしかして？あ、そういうこと？あ、エアリスの方に、エアリスの方に行くんじゃない？そうか。めっちゃ運動しちゃったね。もうすげー鍛えられた。これはもうバッキバキでしょ。これは太くなりますよ。だいぶパンプアップしてる感じですね。パンプアップ。もうサスケの、サスケ出動したけど分かってない人になっちゃった。逆走しますクラウド選手みたいなね。初めて出た人みたいな。猿の感じですよね、だからね。よいしょ。おら来た。あ、おめでとうございます。あ、よかった。食らってた、だいぶ食らってた。ホールド、ホールド、ホールド。サスケの後で。いやすごいっすねこのサスケ。いやソルジャーだね、やっぱ。やっぱ力だね、うん、何事もね。お、屋根裏に逃げました。追いますか？いや撤収だ。あら、追わないんだ。いいんですか？あとは相棒に任せるぞ。なんかいるんだ、うん、相棒いんのか。相棒ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。まあそれはかっこいい、かっこいい。いるけど、どうすんのこれ。あー、どうしよう。ちょっとまあとりあえずなんかアイテム的なもんがなんかありそうですね。何らかありそうな。あ、でもバシッといけない、バシッといけない、切れない。なんかどっかその隙間にね、何らかのアイテムあるような気すんだけどな。いや、ありそうですね。あるよねこういうとこね。この箱とか違うんだな、うん。ていうかずいぶんボス見た。あ、あったあったあった、ボス続きますね。うん、なんだったんだろうねさっきのやつ。眠気覚まし、睡眠をあれするやつ。そうですね、ぼちぼち時間ですからね。10時過ぎてますから、ね。いや、まあリアルの話じゃないけど別に。うわ、いやいやいや、諦めたらしい。いやいや、いるじゃん。見えてねえの、怖っ。こういうのやだな、針の上。針の上か、針の上じゃないです。針、針、針、針。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。こいつ何か持ってんな。そうだね。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、行くよって。こいつ。なんだ？ん、ちょっとなんかわかんないよね、まだ全然ね。なんかアンドロイドなんじゃないか。なんか変な感じでしたよ。ぽいかな。その後は7番スラムに帰る。帰り道わかる？ああ、
怪しい。え、怪しまれてる。怪しくないよ。ほれほれほれそのセリフは怪しい怪しいというか怪しくないよ。うん、クラウドさんは怪しくないですよ。ふざけるなーって。兄貴は怪しくないっすよ。お、ウェッジウェッジウェッジどうしてっかな。 SNS で進めてくれ怪しくないって。さっきの男、あれは神羅カンパニーの。タークスいましたね。タークスがあんたに何の用だ。そうねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ。それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。タスクだ。能力を匂わせて。ああ。わかんねえけど。ラチ。そうか。最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。うわあ。困っちゃった。気をつけろ、狭くなるぞ。うん、ありがとう。おお、そんなにいけるんだ。すげえ攻め。いや、すごいっすね、この世界観も。またこの5番街でしたっけ。5番街7番街とは違う、何かこうトタンの感じ。トタン、トタン屋根の感じ。すげえ。FF すげえ。見づらいけども、これはそうか、はしご登ってんすね。はしご登って。こんなところ、私歩くの初めて。そうですね。それはそうだろうな。うん、どうですか、ここは。ワクワクするよね。まあ最初はな。お、ちょっと乗ってきたクラウド。乗ってるね。ちょろいからなクラウド結構さっくり乗っちゃうからな。うん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 。あんまりダッシュとかしない方がなんか会話しそうですね。ああ、うんうん。まあこんなとこは走んなよって。まあ確かに思うしね。こっちになんかあったりしない。しない。そしてついてこないよいしょ、先に行っちゃうほうほう。お、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 何こっち違う、どういうこと。カメラの位置がわかりづれ。おいしょ。待って、ちょっと待って。ん、飛べない。手伝ってやろうかって感じですか。お、そういうこと。そういうことですか。飛べんじゃん。一人で先行っちゃうんだもん。やば。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか。意地悪すげえ。軽妙な掛け合いですね。これは、うん、これはフラグですね。はい、これはフラグ立ってますよ。いいですね。こいつら結婚するんじゃないですかね、なんかそんな感じなんですよね。そうなんですよね。なんかね、こういい感じなんですよね。いいっすよ。なんかいいんですよね。お似合いっすよ。お似合いっすよね。お似合いっすあ、すげえ。わあ、いいですね。うわあ、いいっすね。これいい景色。いいね。すげえっすわ。いいね。年賀状にしたいぐらい。だね。俺が先に。今年はミッドガルドから、ね、ミッドガルドだっけ？スラム街から。スラム街からお送りします。はいはい、ね。元ソルジャーになりました。おっと。慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。あー、いいですね、そういうセリフが。おうおう、やば。サスケひどいな。いやいや、ありがとうクラウド。あ、ほら壁。一度外に出ようとしたことあるんだ。うんうんうん。
結局なかった。壁壁本当だ。ミッドガルの外自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって。進撃の巨人で同じような話聞いたことあるんですよ、うん、壁ありましたよね。はい、壁の外はどうなってんだと思う。嫌いじゃない、うん、スラム好きなの。元ネタここなのかな、もしかして。そんなことはないでしょ。強く生きて。そんな時々それ感じて嬉しくなるんだ。今すごいいいこと言ってた。いいこと言ってましたね。進撃の巨人が何でしたっけ。進撃の巨人はもうそんな話してる場合じゃなかったよ。今エアリスのすげえいい話を。ちょっとアーカイブで確認しますか。もう一回もう一回言ってくんねえかな今のセリフ。それ一番失礼ですよね。聞いてなかったから今のもう一回言ってくれないか。すまないエアリス、聞いてなかったんだ今のセリフを。フラグは折れますね。もう一回、俺たちは今まで飲んでたんだ。みりんをたらふく飲んでたんだ。みりんを飲んでたから聞きそびれちゃった。まあアーカイブで見ますか。そうですね。今度は私が先。クラウド待ってくれないんだもん。いやいやいや、うわしかし大丈夫か。余裕余裕。フラグでしょ。おお、ね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかな。うろ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 。口を閉じた方。じゃあクラウドの話聞かせて。いやそっか、なるほどな。もうあれだ。いいだろう、聞かせてやろう。俺は学生時代みりんを飲んでた、はい、でおおおおおね、なんかね、少年をこう惚れさせるテクが満載ですね、うん、エアリスさん。なるほどね。ここに俺も惚れてたんだな、昔の俺な。そういうことが今分かりました。中田さんはエアリスが好きだったんですかね。めちゃめちゃ好きでした。もう初見でですか、初対面ですか。どうだろうね。なんかまあこういうやり取りがもう中盤まで続くんですよ。まあでも無邪気な感じですもんね、うんうんうん、っていう感じだったかな。後半はね、またいろいろあるかなっていうか、あんまし覚えてないんだけどね、最後の。ちょっと話がややこしくて。うわー、あら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 、頼もしい。イケメン。いや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 、退屈しない。褒められてる。退屈しない。皮肉だ。いや、早く慣れてね。今のは結婚だ。メンバージョインドって長めになりましたね今。本当だ。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。あ、こっからまた戦闘が来るんですね。あ、来そうですね。だからどうしたって顔してる。町のモンスターなんてたかが知れている。そうですね、さっき大変でしたからね、うん。エアリスのちょっと装備を確認してですね、この後。エアリスって何なんですか。なんかヒットポイントが結構高いですね、すでに。ほんとだ、レベル17。レベル一緒なんだ。レベル一緒になるんですね、合わせてくれてるの、うんうんうん。でも結構クラウドが食らってる感じですね。食らってますね。ちょっとポジションしておきたいですね。 SP が高いけど SP って何ですか。何でしょう。スペシャルスペシャルヒットポイント、はい、マジックポイン ポイント、スペシャルポイン ポイント。なんだっけ、なんかスキルとかじゃないかな。あ、スキルか、スキルかかな。何らかのリミットブレンクわかんない。まあでもなんか基本的にエアリスはなんかヒーラー的な役割だったと思いますけどね。回復役なんだ多分ね。なんかほうほうほう、まず装備になんかマテリアがあんのか。マテリア持ってるんだとは言ってましたよね、うん、あ、本当だ、カードロット。いや多分ここに、ま、魔法系のマテリアが入ってて魔法使えるとかそういうやつじゃないですか。祈りって聞いたことある。はい、捧げるやつだ。あれあれじゃないですか、あの MP 使わないで回復できるみたいな、そんなんじゃないですか。本当だ、回復多分、ね、多分が使える、うん、ほうほうほう。はい、ケアルも、あ、ケアルも、あ、ケアル回復を入れとけば
回復入れとけばいいのかな。ティファが装備しています。ティファもうだっていないでしょ。いやいや、いなくなっちゃった。ティファ今過去の女ですからね。ひでえ。そう、チョコボモーグリもティファが装備してるらしいけども、まあ、いない。うん、もうもう、いやこれね、うん、もうこういうことができるんだろう。これはね、そういうゲームのルールですからね。乗り越えていかないといけない。はい。そういうのはね。はい。防弾チョッキ着てる。よし、大丈夫かな。一応。あれこの時マジック使えんのかな。あ、ケアルラが使える。ケアルラすごいですよ。ケアルラハイポーション的な感じじゃないですか。そうか、この時点でアイテムが使えないのか、うん、そうだそうだ、この画面ではできないでしたね。アイテムはここで使わないとダメか。ミリンハイボール。あ、どうぞどうぞ。中田さんもあれですか、はいはい、ケアルラ使うんですか。みりんでケアル。みりんは回復しますよ、だいぶ。みりん結構回復アイテムでしたね、その糖分といい。あれだね、次にRPG スクールをやるとしたら確実にみりんを回復アイテムとして入れますね。とやめた方がいいと思います。こっちに行けばいいのな。三河ハイボールだっておそらくさっきちょっと福ちゃんのね、はいはいはい、福ちゃんのハイボールもやったんですけども、まあまあ全然悪くはないんだけども、やっぱ福ちゃんはね結構日本酒とかブランデー的な楽しみ、まあやっぱストレートロックが合うんじゃないかなっていう印象でしたね、うん、なんか初めて見る敵でした。はい、そう、なんか初めて見ましたね今。なんかブヨブヨしてた。ブヨブヨ。あんまり FF ってあれですよね、モンスターってあんま目立たないですね。スライムとかドラクエシリーズって。ドラクエはね、モンスターがちょっと可愛すぎるから、うん、ドラクエとは違うよね。結構なんかグロい感じのもいるし、うん、なんか結構そう、召喚獣は知ってるやつ多いですけど、うん、俺の仕事もあるでしょ。ストップ。あ、あるんだ。なんか音も入れた。あ、そうですね、ちょっとブツブツいっちゃいました、すいません。ヘッジホッグ。ヘッジホッグ。あまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。よいしょ。訓練場、宿舎、現場。現場。現場。なんかカッコつけてる。確かに今のはカッコつけてた。持った。そうかな。持った、今絶対持った。現場にはしばらく出てないはずだ。壊せない。壊せない。今のもちょっとカッコつけた。あ、やっぱりね、三河ハイボールはちょっと後で本当お試しいただきたい。すげえうまい。かしこまりました、うん、お、こっちで合ってんの。あれが駅。見ればわかる。お、駅ないのかと思って。クラウドの世界。もういい。ぶち切れてる。あ、駅着いた。ここで帰れるんですかね。着きました。やったぜ。あれですかね、ね、さっきの家ですか、さっきというか。落ち着いてください。おい、どうなってんだよ。走らないか。騒がないの。あ、騒がしいな。マコーロ、よく見えるからね。ここ爆発しちゃったやつ。爆発したやつだ。爆発したのか。結局二十何分とかになってましたからね、うん、本当に燃えてる。野獣のか。みんな心配なんだよ。こいつが犯人です。あんたも来たのかい。え、まあそんな感じ。ああ、また教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。嘘、下手。部屋ら落ちてこなかったのかい。そういうのもなかったかな。運が良かっただけだよ。気をつけな。わあ。なあ、電車の他に上へ行く方法を知らないか。バイクで行ける。ごめんなさい、うん、なんか仕上がって。うわ、うん、言われてるよ、クラウド君言われてるよ。余計なことしやがって。余計なこと。よかれと思って、ほれ、うん、みんなあれだね、このやっぱ魔法の力でこうこの生活をやね、あれしてるわけだ。そんな頑張ったのに。回復します。あ、自販機やったぜ。あ、曲、曲欲しい。曲、あ、欲しいね。エアリスのテーマあったら。ケットシーかよ。いや、ちょっといい、好きだけど。ケットシーまだ出てきたんでしょ。ケットシーは召喚獣ですよね。召喚獣だよね確か、うん、ジャズアレンジでね、もっとなんかジャズっぽい感じだったね。かっこいい。
私は休みます。これほんと不思議だな。これ全然一人でさ座ってる感じでさ、仲間はどうなのってこの間ね。みんなで一緒に座ってるんですよ。座ってるってことなんだね。そうです、そういうことでいいんですね。さっきまでは3人で座ってたんですよ、うん、ってことだね。バレット座ったらちょっと2人分だよねって思うよ。バレットは床で出てますよ。床にドスが似合うよ、生きてね。すっごい揺れたね。おお、むっちゃ嫌われてる。うわ、うん、こっちのベンチの方が座り心地良さそうなんだけどね。確かに。でも休まらないんでしょうねきっとね。慣れてんだあれが。あれがやっぱ古くせえベンチね。なんかありますよねそういうのね。うん、なんかどんなにいい枕にしても昔の枕の方が良いみたいなね。あ、慣れだね。でこれどうすんだっけ。どうしよう。どうすんのこれ。電車に乗ればいいのかな。いや向こうに行ってみようかな。まだだって切符買ってないですもん。切符買いに行きましょう。切符。まあさ、こっちまだ行けんわ。待て。あ、割れてます。高圧線よし。準備よし。降下。神羅。うん、神羅来ましたね。追ってですか。あ、うん、ハゲ。こわ。こいつは強そうだ。逃走中かなんかのやつですよ、うん、この感じ、うん、いや今までの敵の中で一番怖い。怖いね。タークスだ。タークス働き者だね。よほど大事なようらしい。私クラウド。どっちにしても見つかると面倒だ、うん、じゃあ裏道行こうか。なんかおばちゃんに絡まれそうな感じ。絡まれそうですね。モンスターいるけど。神羅よりはマシだ。確かに。うん。ハイカロリー。ハイカロリー。ハイカロリーのも欲しいね。ハイカロリーだと。今言ったね完全に。すごかったね。聞こえた。リンクがすごかったね。ゴミ捨て場なの。スラムの人たちも僕の方滅多に行かないよ。身を隠すには都合がいい。ところでハイカロリーって何なんだ。いや腹減ってるよね絶対ね。お、誰もおらないマジだ。メアロ。お、どこから来るかわかんないね。あの手のモンスターは弱いものから襲う。なるほど。じゃあクラウド気をつけて。お、バカにされた。バカにされてる。いやでもあいつ強いんだきっと、うん、ここは任せ。あ、でもホールイーターはいる。こいつはそうだ、変わんないんだ。いたねこいつね。噛みついてる。噛みついてなんかこう気持ち悪いやつ、ね、気持ち悪いやつ。そっち行き止まり。行き止まり。途中でやめちゃったみたい。へえ。なんかありそうですね。なんかありそうですよ。なんかありそうですね。ちゃんと行き止まりは止まるんですねああいうのね。いやもしかして何かありますよ、はい、いや気になりますね。なんかありそうですよね。だってこんな綺麗な世界。あ、なんか今のはポーションだ。ポーションか。ポーションの方になんか今ゲットできてるな。なんか見てませんでしたね。何か見えましたよ。なんかここまでいろいろいけると隅々まで見たくなっちゃいますよね、はい、そうだよね。それで無駄に時間かかっちゃうんだよね。そうそうそう。俺昔多分そんな感じだったわ。気になっちゃってね。どうやら ここも行けんじゃないみたいな、すっげえ細いところとかさ、行けないんだよね大体ね。大体そうなりますよね。こっちだよ。あ、うん、うん、あ、そこ。いや待って、こっち見たい。気になるよね。こういう重機とか気になるね。わかりますよねこの気持ち。うん、なんかあるんじゃないかって。なんせもう絵がすごいし。神羅。ほら、なんか入ってそうだよね。壊せないんだな。あの神羅の箱なんか裏技使ったら壊せるんじゃねみたいなさ。なんかコマンドを押せば。コマンドね、うん。あと武器とかですよね。
俺そういうので無駄に時間かけてたね昔。ホールだ。開かないね。あら。壊れてる？確か道なりに進めば回り込めた。こっちに行けってことなんだ。あ、そういうこと？どの道こっち行くんだ。この道しかいない。これ動かせないかな。さっきやったのに。動かそう。ああ、ここでパズルゲームですか？そういうことか。あ、行けそう。これで行けるのかな？あ、来て。全部は動かさないですね。いや、多分今のがチュートリアルで、次にもっと難しいパズルゲームのステージがあるかもしれない。怖いな。突然ヘルテイカーみたいになっちゃってね。うわぁ、ボカーン。やばいですよ、ヘルテイカーのパズルは難しいですからね。あれは難しかったね。我々4時間かかってますからね。いや、俺はほとんど、ね、何もやってない。ラフ君お疲れ様でした。あった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 、うん、行く場所あったけれども、お、うん、お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 、気持ち悪いやつ。来ないで、来ないで、ヘッチョック。いや、ダメだ、見破ってやる。見破りましょう。確実にデータをね。お、データは嘘をつかない。お、結構いろいろ落としますね。うん、うん、今のは手にプリのあれですよ、キャラクターです。はあ、乾貞治。乾、あ、乾かな、違うか、乾、うん、だ、乾だ。あ、それはちょっとあの後で、そうそう、嫁さんに確認しましょう。データテニスの人ですよ。データテニス。強敵から襲ったでしょ。なんか言ってましたね今ね。うん、聞いてなかった。聞いてなかった。まあアーカイブで書き直しますから。いや、そこまで重要なセリフじゃないと思うんだけどな。よいしょ。これが、はい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 、こっちだ。で、BGM がめちゃめちゃいいっすよね。うん、なんかね、こういう緊張感ですね。緊張感ある。何かがあるんだろうなっていう。ほら、あれ、スラムの中心。スラムの中心。スラムの中心。どれが？まだかなりあるな。回り道したからね。疲れた？あ、あそこに向かうんだな。私、お腹空いた。わ、いや、腹減ったよね。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理美味しいよ。ああ、よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。うわあ、いいっすね。ここにやられたわけですね。まあそういうことですね。はあ、結構でもマイペースなキャラなんですね。あ、そうそう、多分ね、そこはね、好きな、うん、になる要素だね。うん、今見るとちょっとあざといなって思っちゃうけどね。ちょっと攻めすぎじゃねえって。いや、でもまあクラウドちょろいんで大丈夫です。クラウドもう前回前々回ぐらいから結構ちょろいなって思ってます。うん、そうですね、やっぱあの、まあ、ソルジャーやめてちょっと、うん、ね、なんかこう、うん、そっから人生楽しみたい感じかもしれないですよね。あ、悪くないだろ。悪くない。お、ペコパ来た。ペコパのセリフ、うん、お、こっちなんかあんのかな。ペコパのあのね、突っ込まない人はちょっとクラウドの要素もあるかもしれない。確かに。お、なんか多分世代的になんかね。そうですね、うん、FF7 のね、あのリメイクじゃないね、昔のやつやってるでしょ。あ、何これ、中華の感じがしますね。中華料理屋ロックされてる。これ多分ね、ここに入れるようになったらなんかすごいいろいろあるんでしょうね。いろいろくれるんじゃないですか。技とか教えてくれるんじゃない。ちくしょう、ちょっと覚えておいた方がいいですよ。太極拳とか教えてくれるんだろうな。太極拳いいですね。くそ、こっちか結局。お、お、サスケだ。サスケあるね。よいしょ。いや、リソースの、いけんの。え、おい、どうすんのこれ。あ、ああ、アイテム、アイテム、アイテムか。アイテムをゲットできるってことですか。万能薬、万能薬ゲットしていきましょう。あざます。ん、
くらい。これは何もねえのか。なるほど。やはりあれはやんないんだ、さすがに。やんないんだ。そっか。よいしょ。で、じゃあこっちになんか、あ、行く道ある。あるっちゃある。あるっちゃある。こっちか、うん、なるほど。結構寄り道しましたね。うん、よいしょ。お、なんかいそう、うん、広いから。広いからバトルになりそうね。ちゃんと広いところで襲ってくれるっていう、うん、まあ律儀ですよね、うん、どこに行けばいいんだろう。あ、そしたら別に敵も出ないしね。ん、戻ってきちゃったのかな。そんなことはない。なんかそんな気はするけど。戻ってきちゃった。もう分からんぞ。戻ってきた臭いな。ちょっとエアリスさんのこのね、この導きをお願いしたいところですが。戻ってきちゃった。ちくしょう、どこだ。こう来てあそこに向かえばいいから、うん、こう行きの、うん、こう行きの。あ、なんかある。なんかある臭い、うん、さっきのとこだ。ここの、お、やまびこ煙幕やったぜ。何に使うよ、さっきのやまびこ煙幕って。やまびこ煙幕、知らないやつですね。うーん、戦闘中状態異常とかじゃん。 あったー、ここだ。あ、わかった、あれだ。多分沈黙を直すやつじゃなかったかな。お、魔法使えなくなる沈黙っていう状態異常があるんですけど、それを直すやつだった気がします。お、ゲート迂回。いやー、やっと来ましたね、ここまで。うんうん、動いた。眠っていればいいものを。スモッグなんちゃら。ファクト。やぶろ。動いたっつっていきなり殴りに行ってますよね。うん、ちょっと様子見りゃいいのに。お、あ、結構状態上ある系ですね。あ、有害物質来てる。有害物質さすがに倒せたら。そうですね。うわっつって普通に食らってる。後ろに回り込んだ方が食らわないのかな。うん、お、進むぞ。エアリスさん普通に物理攻撃してくんだね。確かに。え、今なんか食らいましたよね。絶対食らいましたよね。食らいましたよね今。割と平気な顔してるけど。あれ食らっちゃダメなやつだ。うわー、そんな敵いる。まあコロコロって転がってきたらちょっと変だなと思いましたけどね。なんかおーおーおー、アイテムかなって思って期待したら、うん、まあそうそうそう、そうだよね、そう思うよね。まあこれはあのあれじゃないですか、チュートリアルじゃないですか。こういうことあるよってね、警告ですよ。そう、プレイヤーだったからよかったけども、倒したからって安心すんなよっつね。開けられるかも。何個かあったんですよ、うん、階段が、うん、何なんだろう。開かないゲート開きました。戻っていいですか。はい、何かあったんですよね、うん、よいしょ。どこにいる、どこに何がいる。あ、いたいたいた。よいしょ。ぐわー、当然の結果だ。こっちにもほらスッと行く場所があって出た。お、押しと押した先に何があんのかな。お宝が待ち構えていて、イフリート以外の期待しますね、随分と。何もない。ただあれを押したことによって後々何かがあるかもしれない。可能性は、可能性はある。なきにしも、お、こっちにもなんかある。はい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 、はい、はい、行ってみましょう。部屋があって、あ、なんか気になる部屋がありますね。ここには誰もいなくて、すごい癖のある展示とかしてそう。そうですね、なんか
こういうことだ。お、さっきのところを行けると動かしたおかげで行けるようになった。なって、グッジョブ、グッジョブ。そして、これは、お、行ける行ける。行けるの？これひょっとして隠し要素じゃないですか？何かあるでしょう。これはさすがに。これ何もないはないでしょう。何もないことないよ。え？あ、なんか扉を開けられる。ここを開けられるってこと？あ、おお、定義はいいね。裏から開けなきゃダメだったミッションか普通に、うんうんうん、そういうことか。えってことはさっき開いたのって何だったんだ、何だったんですかね。気になる。いやでもこういうね、気になるものがねどんどん増えてくる。うん、そしてマップをなんか、まあ、ちょっと把握なかなかできないよね、ここは複雑だとね。そうなんですよ、立体的だからね。立体的弱いですからね我々ね。うーん、やっぱ 2D でやりたいですね。いや 3D になれたいですね。できれば。俺はね、まあ、2D の魔力に取りつかれてるから 2D しかできません。できるだけなれたいな。まあまあ、 あの見てる分にはね全然楽しいんだけどね。うーん、困ったな。あ、なんもしねえ。叩いて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 。やっぱ気持ち悪い。ああ、噛まれた噛まれた。ほら、これは男前でしょ。男前。ほら、うん、でこっちは離れちゃうのか。さっきの開かなかった扉が開いたってだけか、うんうん、じゃあ戻っちゃうんですね。はい、正規のルートに行きましょう。はい、ちなみに今時間がここ全然見れないんだよね。今日もね、外寒いから終電逃したくないんだよね。22時17分でございます、はい、今ね。あ、まだ全然楽勝ですね、はいはい、11時になったらちょっともうお知らせをお願いします。はい、 OK です。いや、今来る時も寒かったからさ。いや、すごい寒かったですね。歩いて帰るのしんどいなと思って。こっちはあったかそうですね、このゲームの中はね。まあそうですね、なんかね、結構 南国っていうか、なんか亜熱帯、赤道近そうだよね。なんかあの神羅の太陽がねすごい結構、うん、あ、そっかそっか、がっぱり白熱灯みたいな感じだったんで、あれだね、人工的な熱がこう来てるんだね、うん、だと思いますよ。抜けたね。礼はいい。お、報酬がもらえればな。ん、支払い中ですけど。お、デートですか？デートってことですか？これ。ああ。ああ。おお。あ、ロックされてる。毛破れそうだけどね、こんな。結構いろいろロックされてますね。まあでも RPG 的なね、マップ探索的な楽しみあるよね、うん、こういうのは。うんうんうん。障害物。絶対足ぶつけるね、あんな走ってたら。もうすねとか、すねとか打ってますよ。打ってるよね、痛いよね、ああいうのぶっけたら。ダーツを忘れるな。ああ、どこから来るかわからない。うん、気は抜くな。ダークス、ダークス怖いよ。あ、いた。なんか誰だ？ダークスじゃない。眠い人だ。そっち駅だよ。へえ、そうなんだ。知らなかった。全然。このまま戦争になっちまうのかな。あ、もう剣が触れないですね。この先が5番街スラム。モンスターが出るところを抜けて。抜けましたね。5番街スラム。なんだろう。ん？おい。ん？あ、なんか集まってる。うん、何何？私は今五番マコールの内部に来ております、うん。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。
つら捕まえたら、あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。スカーレットさん、お話伺ってもよろしいでしょうか。邪魔。邪魔。ガンマ航路にて発生しました爆発について現時点で判明していることを。工事現場みたいなところにセレブドレスで。現在5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マッコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。めっちゃ、しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンナカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく、こんなことでシンナは揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。おお。クラウド、はあ、穏やかじゃない。穏やかじゃねー。みんな喧嘩っぱいね。口が悪いですよね。口が悪い基本ね。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。なんだよ。そうだね、電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。みんな飲んでた。いいね、お今いいの？もういいか。いや、もしかしたらなんかたまに手伝ってるんだ。あ、そういうことね、はいはい、お店の方に行ったらもしかしたらミニゲームが発生したかもしれないね。確かに。またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ、うん、この子は麦。麦、うん、じゃあまたね。うわ、物同士かも。五番がイスラムを紹介してくれるんだ、ね、そういうことですね。そういうイベントだ、うん、なんかある？なんもない。あ、エアリス、みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。先生？先生、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。あ、そういうこと。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。うわー、慕われてるな。おー、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも行って。居場所がないクラウドさん。初対面の人怖いよ。怖い。すごい挙動不審。家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。どうしよう、疑われてる。どうしようどうしよう。でも、お医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。本を読むの。ハウスなのこれ。もうボコボコ椅子蹴って歩いてんな、うん、おかえり。ただいま、エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから。なるほど、ね、みんなで飾って明るくしようと思って、うん、大事大事、ね、楽しみだね。さあ手を洗っておいで、うん、コロナ対策。コロナ対策ですね。収穫したらエアリスにも届けるからな。いつか女性お姉ちゃんに差し入れするの。ハト、ハト。わ、なんか平和。平和だね。平和の象徴。クラウドはお花好き？考えたことがない。うーん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？どうしたっけ？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。覚えてない。本当かな。うん、まいいけど。
嘘はつけないって言った矢先の嘘っていうねことですかね。はい、なるほど。マップを覚えないと。この道を抜けたら私の家、着いたらお母さん紹介するね。うん、結構一本道でしたね。そうですね。いいですね、いいお散歩、ね、うわーすごい、あらすごい、うわすごい、私の家すげえ、すげえ、何これ、これ何、うわいいっすね、ジブリみたいな、おおすげえ、いいね、もうちょい見して見して、こっちじゃなくて、いや映え映え、ちくしょう、もっと見るよこれは、すげえやこれ、いやー素晴らしいですね、うん、これは素晴らしい、どうぞ、いい家、あーいいっすね、ただいま、おかえり、エルミナ、エルミナ、少し前にルードが来たけど一体私のお母さんエルミナ、似てる、こちらクラウド、ボディーガードなの、ボディーガードというあれの、うん、世話になる彼氏だねみたいなね、仕事だ、お姉さんかと思いましたありがとう、ありそう、いいそう、ノノボンが行くんだよね、ああ、じゃあ送ってく、ここまで送った意味がない、またタークスが来たらどうする、面倒だけど慣れてるから、それよりクラウドが心配、あっちこっち迷いそう、迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない、俺の何がわかる、お母さん私7番街までクラウドを送っていくからそうかい、でも明日にしたらどうだい、そう、うん、で帰ってじゃ遅くなる、そうだ、今日はもうゆっくりして、うん、朝早くに寝ようぜ、もうそしたら昼に着くだろ う, うだね、クラウドいいよね、待て、そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの、夕食までまだ時間あるよね、クラウドと行ってくる、約束が違う、そんなこと言う、報酬すっごく高いのに、お母さん聞く、待てカゴを取ってくるからちょっと待っててね、まったく慌ただしい子だろう、クエスト系だ、うん、奥さん、あんた、いや、なんでもない、お、うん、なんだこのふんテレビ気になりますね、テレビ気になりますね、なかなか古いタイプに見えますけど、あ、ちょっとじゃあお家お邪魔したところでちょっとお手洗いも失礼しようか、はい、どうぞどうぞちょっとクラウドさんの気分でそうですね、お手洗いお借りします、お手洗いちょっとお借りします、あれ、あはねえな、いや、いい、いい家、花屋の家って感じっすね、これ登ればいいのかな、待ってた方がいいのかな、でっか、3階まであんだ、これはでかい、金持ってる、漁師とかの家ですよ、いや、これはどうしよう、中田さんが来るまで待った方がいいかもしれない、いやだがしかし、特に探索する場所がない、中田さんは一回やってるし、いっか、と思ったけど外に出るんだ、おお、いい、すげえ、
すげえでっか。シェアハウスとかじゃないんだよな。すげえな。アイテムとかもなさそうですね。探索していいものか。お待たせ。お、来た。はい、これ。え？はい。うん、じゃあ出発。はあ、こっち、自慢のお花たち。いや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 、すごいな。行動が制限されてますね。これはでかいな、この家は。家がでかい。家がでかいですね。今案内されてるとか、そんな感じ。今これからどれがいいと思う？花を摘みに行きます。あ、なるほどなるほど。そんなこと言わずにさ、選んで。ん？花を選ぶ。はあ、なるほどね。なるほど、飾り付けが変わるかもしれない。すげえハッピーなミッションだね。さっきまで死闘を繰り広げてたのに。ハッピーだな。幸せだな。幸せだね。まあでもこのいいですね、このアップダウンの感じ。そうですね。あ、でもこういうのこだわ、あ、ここまでか。こだわろうかなと思ったらここまでなんですね。いや、じゃあ白い花を。いいね、花言葉純真なの。かなり貴重だね。純真ですよ、純真。うん、純&真ですよ。もうちょっと必要かな。次どれにする？これなんだ、これ何？私があげたやつだ。あ、これか。もしかして気に入った？うわ、好感度上がっちゃった。これはこれ上がるね。これ上がっちゃったな。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。もう一つありましたね。これは何なんだろう。まさかの猫じゃらし。さすがクラウド。みんなびっくりすると思う。猫じゃらし、これでよし。リーフハウス行こっか。いいだろう。これによって猫じゃらしがね、どういうね感じに仕上がるか気になりますね。どうなるんでしょう。だから1個とかでも良かったんでしょうね。1種類を何度かとか。ああ、うん、優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。まあ男の子は好きでしょうね。うん、お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。ああ、こういうイベントもあるんですね。ハッピーだね。ハッピー、日常系 FF いいですね。日常ですね、完全にこれは。ね、俺今でもね、いや俺ピクシブをねよく見るんだけども、はいはいはい、今でもやっぱエアリスクラウドの多分新しいやつだと思うんだけども、まあ結構ね、あの古い絵もなんかおすすめでさ出てきたりするから、はいはいはい、でもやっぱ出てくんだよね、エアリスクラウドの。やっぱこういう展開があったから。俺はここで待つ。なるほど、わかった。でも退屈でしょ、街見てきたら。見ましょう見ましょう。見ますか。俺は君を見てたいけどね。くどくか。ここで多分クエストがいろいろ発生するんでしょうね。うん、そうですね、うん、ちょっとサブクエスト的なのをこなしたいところですね。そうですね、まあ、でも時間的にはまあまあ12時半で霧のいい、あ、10時半で霧のいいところなので、うん、まあまあここで一旦、そうですね、下手に手出しちゃうとね区切ってもいいのかなと、
ここで区切るとさ、次何すんだっけってなりそうじゃん。次は、次はあれです、もうサブクエストを進めますっていうので、はいはい、じゃあまあ街は適当に動くっていうのっていう感じですね。で次回結構まったりできるんじゃないですか、はい、できますかね、みりんを飲みながら、今もみりんもね飲みながら、ね、ちょっとまったりする感じでやっていこうかと思いますので、はい、整備をして、いやティファとバレットの切っちゃって気になりますね。ティファとバレット完全に忘れちゃってる感じだけどね。いやでもここまで来るとティファとバレットのところに戻れるかってことですよね。あ、まあまあそうか、今それをあの 目的に動いてるわけだ。戻ろうとはしているけれども、うん、ここでいろいろ、いや迷惑かけてんなみたいな空気になってるってことですよね、うん、いや戻りづら、戻りづらい、これもいっそここで暮らしちゃってもいいんじゃないですか。別にクラウドさんそんなさ、ねマコールをどうこうするっていうね、目標目的ないですよね。エンディングです。次回エンディングです。でもそういうことですよね、まあまあまあそういうことを思わせちゃうような、ちょっと幸せな、うん、幸せというかのんびりした展開もあるよという状態ですかね、これはね。なのでまた次回、はい、この5万回スルムからお届けします。みんな、まあ、後幕なんだ。グラズさんの後幕だ。みんなまた見てね。いやだいぶだいぶクラウドさんになってきましたね。見てくれよ見てくれよ。またね。来週の水曜日はちょっと長めに時間を取って、はい、ね、次回はあれだね、あの NBR がない分ゲームに集中するというゲームに集中する感じなので、8時からがっちりやっていこうと思いますので、はい、30分くらいやっちゃいますからね、ぜひぜひご覧いただけると嬉しいです。それじゃあまた次回お会いしましょう、はい、ラフスケッチと中田メタルでした。またね、そしてクラウドでした。またね、よいしょ、お疲れ様でした。